レオナルド・ジョーン・ビーストン過去の影1わしはこう考えるなロ老刑事は新聞を脇へ押しやりながら言ったどんな悪党だって必ずその過去には。 何かしら思い出すことの恐ろしいエピソードを持っているもんだ。その方面の大天才と言われるような男でも、いつかどこかでつまらない失策をやっている。その失策というやつは、煙突の中のすすみたいに英語を消えることはなくて、日がたつにつれて、 だんだんと両親を脅かし始めるのだ君の意見は確かに私的価値を持っているね実際私は皮肉でなしにそう言ったすると彼はふと口をつぐんでしまった言ってはならないことを言ってしまったのに気がついたのだろうどぎまぎしながら顔をわからめ落ち着かない目を私からそらした 実を言えば顔を分からめなければならないのは私の方のことだ数ヶ月前莫大な遺産が意外なところから流れ込んでくるまでは私はちょうど今彼が口を滑らせた体の男だった当時私と彼とは好敵手でしょっちゅう人生の鬼ごっこをやっていたのだところが縁は異なもので 私が遺産を継承して昔の仕事から足を洗ったと同じ頃に彼も恩給がつく身になったので警察会から引退して我々は昔のことはきれいに水に流して新しく信仰を結ぶことになったのである私の宅の暖炉の前でぬくぬくと足を伸ばしていた人のよい老刑事はちょっとそのことを失念していたのだ 彼は自分の言ったことに気がつくとハッと思ったらしいで読みたくもない新聞をまた取り上げただがそこには一層悪いことが載っていたある身分の良い男が10年前に犯した罪悪のために逮捕されたという気分が妙なふうにこんがらがったのに狼狽した私の連れは慌てて話題を転じようとしたけれど 彼が無意識に投げかけた矢は癒しがたい私の古傷にしっかりと刺さったので不愉快な気分は容易に一掃されそうもなかった私の過去にも彼が今言った通りのある忘れがたい事件があるのだ正直に言えばそれは十二ヶ月ほど前のことだったある霧深い冬の夜の三時頃 ポーランド区のある屋敷へ私は忍び込んだところが驚いたことには私がタンスの引き出しに手をかけた途端不意に闇の中から私のその姿をレンズに収めたものがあった私は度肝を抜かれて目的も何もそこそこに逃げ出した別に誰も追いかけてくる様子もなくその後も何の沙汰もなくて事件はそれぎりで終わったようなものだったが それ以来私の胸の底には始終黒い塊がこだわっていた誰かがあまり好ましからぬ自分の姿を写真に撮ってしまったのだいつそれを証拠にどんな難題を吹きかけてくるかもしれないそう考えると一時も安穏としていることのできない私だった誰だろう何のために 何か特別に自分に含むところあってやった仕事なのだろうか私はしばしばその恐ろしい場面を夢の中で繰り返した目が覚めるといつも冷たい汗がびっしょりと額を濡らしているのだその夜六甲は遅くまで私の宅で時を過ごしていた外は大雪で 風が狂人のようにたけり狂っていた彼はいくどか躊躇していたがやがて思い切って最後の一服をパイプに詰め込むと立ち上がって街灯を取り上げたとその時思いがけなく表の扉をたたく音がした誰だろうこの大雪にどうせろくな客ではなかろうと思いながら自分で戸を開けてみると 果たして嫌な男がそこに立っていたフロレンチンのテッソー・クリミニという男で蛇のような悪党だった大使館の夜会からドエが公爵夫人を自動車で誘拐してその高価な宝石類を巻き上げたのもこの男の仕事なのだどうですその後はファーニー君嫌に丁寧な調子で 彼は挨拶をするのだった。ドッこうがこの男を知っているかどうかひそかに気をつけてみると彼は確かに知っているらしくしゅんげんな顔つきをしてその男をにらみつけていたクリミには気まずそうな視線を彼から私の方へ移した23分間ごく内密にお話ししたいことがあるんですがねワーニーくんそれを聞くと ドッコは何も言わないで出て行ったクリミニは嘲笑するような視線をその後ろに投げかけていたがやがて暖炉のそばへ寄ってきて指先をこすりながら立派なお住まいですなあ何もかもよく揃っているじゃありませんかかけさせていただいてもよろしいですかありがとう大切な要件があってやってきたんですが言いにくい問題なので どういう風に切り出していいか。彼はそう言いながらも、癒しい視線を遠慮なく、肘テーブルの上にあるウイスキーの瓶に投げかけるのだ。私は強い嫌悪に駆られてわざと何食わぬ顔をしていた。君は幸福な人ですなあ彼は続けた。立派に社会の一員としての生活ができるんですからなあ かつてはそうではなかったこともあった。と、こう言ったからって怒らないでください。何も君の気を悪くしようと思って言ってるんじゃないんですからな。言うまでもなく、宇治といい、教育といい、君は十分今の身分に相当する資格を持っている。だが、金というものがなければ、人間はまた別ですからな。 早い話が君のような立派な人間でも金のない時にはあんな家業に手を染めなければならなかったんですからねおやまた嫌がらせを言いましたねじゃあ手っ取り早く用件を切り出しましょうかなその用件というのは他でもないんですこの週末にチルターンが丘の邸宅で開かれるシーリング夫妻の夜会そのことについて ちょっと君のの解を得てておききたたいででやってきたんです。君もそれに招待されていることはよく知っているんですシーリング夫妻が最近ニューヨークで買い取った有名なカメを。用件というのはすなわちそれなんですがなあ私が鋭い視線を真っ向から浴びせかけるので彼は眩しそうに目を絨毯の上に落として 島目能の中へ散りばめ込まれたあの素晴らしい宝石はかつてロシア皇帝の所有物だったとさえ言われているんですよ多分君も滞在中にその宝石を目にする機会があるだろうが誰だってちょっと目を回す代物ですよ手っ取り早く言えばわしはそれを手に入れたいんです君の助けを借りて彼はこう言って言葉を切ると 私の腕のうなるのを予期しているかのように高く身構えして注意深くじっと私の顔を見つめたその瞬間私の心臓は石のように硬くなったしかも頭ときたら大暴風がうなりを生じて回転しているようだった時勢も何もあったものではない疑いもなくクリミニは私の過去について 何者かを握っているのだしかしどの程度まで嗅ぎつけているかそれを知ってから追い出しても遅くはあるまいとにかくこの場合冷静に構えていることが第一だ早まって敵に弱点をつかまれるようなことにでもなればそれこそ一大事だからでしばらく沈黙を誇示していることに私は決めた ではこの計画に対して少し説明をしておきましょうかな私の言葉がないので勢い彼は何か言わなければならなかった数年前にも私は一度このカメオに手をつけたことがあったんですが見事しくじってしまったんですその後二、三度持ち主が変わってそのうちに海を渡ってニューヨークの五番街へ運び去られるようなことになったので 残念ながら見切りをつけていたわけですところが今度シーリング一家に買い取られて再び英国に帰ってくることになったんでしょう従って昔の熱がまたよみがえってくるのも無理はないんですよ彼は言葉を切って促すように私の顔を見たけれど私はまだ何とも言わなかった 彼はやや苛立たしげな声で、君が承諾しないなら私にも考えがあるんですよと言ったちょっと言っておくがねかつてこの宝石を手に入れるために私はこのロンドンのポートランド区のある屋敷で仕事をしていたことがあるんですがなおやどうしたんですおや 少し顔色が悪いじゃありませんか彼は小気味よげに笑った果たして悪魔の物語の第一ページは開かれた下に独行の言った言葉はあまりに早く私の気有を現実ならしめたのだった私は強いて平静を装おうとした けれど争われないのは血の毛を失った私の顔色だったそれはちょっと面白い経験でしたよクリミニはわざとよそよそしく話を続けた私はその屋敷に下男として住み込んでいたんですするとある夜というよりむしろ朝でしたろうな3時から4時までの間でした 一人の泥棒が忍び込んできたんですところがその家の息子が第一に気がついて私を呼び起こしたんですがその息子がまた多少芝居っ気のある青年でしたな野暮くさく騒いだり警察へ電話をかけたりする代わりにちょっとその盗賊の姿を写真に失敬しちまったんですその写真が立派に出来上がって 今も私はそれを保管してありますがなぁ。正直に言えば、後日のために息子の手から盗み出したんです。その写真で見ると、盗賊は物に驚いて振り返った瞬間をやられたと見えて、その全面が完全にはっきりと入っているんですよ。なんと豪儀な写真だと思いませんか。彼は、 床に膝を崩して交渉した。もうこれ以上聞く必要はない。彼は私の過去について感づいているばかりでなく、歴然とした証拠を握っているのだ。すべてを否定しようか。いや、それは馬鹿げたことだ。どんなにうまい口実を設けても、この男のような悪党を乗せることはできない。君は、 その写真を今ここに持っているかね。ああいいや彼は意味やりげに笑った君は随分長い間僕を付け狙っていたんだね丸1年も全くだが今までその必要を感じなかったんですからなではその写真を金に変えようという気は起こらなかったのかね クリミニは怒ったように肩をそびやかして恐喝のことを言ってるんですかいいや私にはそんな気はもう遠なかった我々のような芸術家はそんな下劣な行為に出ることは決して許さんですからな私はただカメオが欲しいんですそれを熱望しているんですそれを手に入れるためだったらどんな手段をも浪使かねないんです 幸いこの写真があったので、まず第一にそれを利用してみる気になったわけです。もし君が私の計画を助けてうまくやってくれるなら、それが手に入り次第私はその写真にのしをつけて君に進呈する。この言葉に決して嘘はありませんよ。くどいようだが、我々芸術家は大いに名誉を尊重するんですからな つまりどうすればいいのだ。私は唾を吐きかけてやりたいような憎悪の情を抑えながら聞いたいたって簡単ですよまず最初にカメオがどこにしまわれているかそれを見届けそれから客が全部寝静まった頃を見計らって君の部屋の窓を開いて懐中電灯か何かで合図をしてくれればいいんです そうすればそのあとは私が忍び込んでやりますから君は何食わぬ顔で済ましていればいいんですそれだけのことだがどうでしょうねもし私が断るとしたらそんなことはありますまい私はあの宝石を手に入れることに心を決めているんですよお分かりになりませんか 君にとって写真が入り用なのと同じように、私にはその宝石が入り用なんです。この交換条件によって、我々お互いがどんなに利益を受けるか、まあ考えてごらんなさい。なるほど。長い沈黙の後、私はようやく口を開いた。君の言うのも最もだ。では、 承知してくれるんですな。うん、承知した。嫌でもそう言わなければならなかった。皮肉な調子でお世辞を並べながら、その男は立ち上がった。窓に額を押し当て外を眺めると、静かな雪の街をその男は急ぎ足で歩いていた。その後を、 ひそかにつけていくらしいひとつの影がある。よく見るとそれはどっこうだった。彼の行為には感謝を惜しまないが、結局何の効果ももたらさないであろう。彼に何事もできないことを私はよく知っている。ああ。私の決心。私の誓い。それはまた破らなければならないのか。 あの冷たい罪悪の薄氷を思うと私はゾッとする2 3個の弾をピストルに詰めながら私は密かに考えたのであった「一発で十分だ」だが今一発の必要を感じることがあるかもしれないとにかく3発あれば どんなゴタゴタをも片付けてしまうことができるだろうそして弾を込めたピストルを化粧机の引き出しの中へしまい込んだそれは日曜日の夜8時頃だったその前日私はチルターン丘にあるそのシーリング家の邸宅へ着いたのであったがこうか不幸かいまだに彼の島ノ能に散りばめられた有名な亀を見せてもらうことができなかった もちろんこっちから要求すべき筋のものではない私にとってはコブラを操るよりも一層危険に感じられる宝石であったクリミニは必ず約束どおりやってくるだろうそしてそれからは檻からこの家の女主人の朗らかな声が廊下の端から自分を呼んでいるのが聞こえた あなたそこにいらっしゃいますかファーニーさん私は化粧机の引き出しを閉じて廊下へ姿を現した仮面を見ていただきたいのです彼女は高い震えを帯びた声で言ったあなたもいらっしゃってくださいませんか私は陰銀に礼を述べて客間へ入っていくと 他の客はもうみんなテーブルの周りに集まってその宝石を鑑賞していたそれは嫌にゴテゴテとした装飾のあるあまり感心したものではなかったが礼儀上お世辞を並べることは忘れなかった他の客たちも天出にいい加減なお世辞を言っているようだったやがて一通りみんなが見終わるとシーリング夫人は大事そうに革のケースの中へしまい込んで それを夫の手に渡した。私の目は彼が部屋を横切ってマホガニーの書棚の方へ歩むのを見ていた彼は一番上の棚から一冊の本を取りのけた34人の目が私と同じように不思議そうに彼の態度を見ていたししい金庫でしょ皆さん。シーリングは微笑を浮かべていった。 ちょっと見ただけではモロッコ側の表層の書物としか見えないでしょうおそらくどんな物慣れた泥棒でも成人の生涯第三巻の中に高価な宝石が隠されてあろうとは夢にも気がつきますまいよ彼は得意げに人々の顔を見回しながら笑ったいいお考えですなあ けれどむやみにその秘密を漏らすのは危険じゃありませんかなあに我々の間には泥棒はいないはずですからなシーリングは機嫌よく笑った私は静かにその部屋を出た見ることを欲しなかったものを無理に目の前に突きつけられたような運命の残酷を呪わしく心に憤った その時ふとあるささやきが私の耳に入った「シーリングは何もそう心配する必要はないのじゃあの宝石を狙っている悪党だって一目あいつを見れば結局そのままにしとく方が得策だと気がつくじゃろう」<laughs> <laughs> 振り返ってみるとそれは小柄な頭のはげたカナリア色のひげを生やしたソーエル・ワインという男だった。 私は叫んだ。あなたはあの宝石を価値のないものとお考えになるんですか？ああ、失礼。何わしは考えるのじゃない？断言するのですわい。私はこの思いがけない言葉に心からびっくりさせられて疑うような目つきでソウエルワインの顔を見つめた。 骨董品などを扱うのがわしの商売ですじゃ彼はそっけなく言うのであったポールモールのトランソーエルワイン紹介をご存じか知らんがその時私たち二人は客も出ていたので辺りには誰もいなかったではシーリング君はつかまされたんですね私は 興奮のあまり指先まで震えるのを覚えながら叫んだあの男はいい買い物をしたと思っているのに多分そう考えているんじゃろう偽物をつかまされて本物を手に入れたように喜んでいるのですわいハッハハハいや笑い事じゃないだがシーリンゴ君は一体にだまされやすいと見えますなあ 何でもわしがちょっと耳に挟んだところによるとこんな屋敷に莫大な金を支払ったそうじゃからなではあの亀は本当にまがいものなんですね私は熱に浮かされたような調子で熱心に念号をしたそうですとも本物はずいぶん名高いものじゃがあれとは違いますじゃあれは単にその模型に過ぎんので。 あのカメオと見えとるのも実を言うと色ガラスじゃ。何でもないことでやわい可用性のガラスで型を取って裏をセメントでひっつけておくとあんな立派な模型ができるのじゃ。なんと驚いたものでしょうがな。はっはっは。私は不思議な気よっている老人を残して一人あてもなく歩いた。 この新しい発見は確かに大きな打撃で私の取ろうと決心していた計画の上に大きな変化を及ぼした三個の弾を込めたあのリボルバーのことを私は思い出した私の計画ではクリミニを撃ち殺すはずだったのである彼が忍び込んできた時盗賊の名において永久の闇の彼方へ彼を追いやってしまうつもりだったのだ だが今この新しい発見を前にして私はいま一度自分の冒険を考え直してみる気になったクリミニのやつに値打ちもないガラス玉をつかませてやるのも一興だ後になって悔しがる彼の顔を思うと痛快でもあるただ気がかりなのは彼が約束を守って写真を返してくれるかどうか 写真を手放す前にそれが模型だということに気がつくようなことはなかろうかということであったとにかく私が手を貸してやることを約束したこの犯罪はその結果においてさして恐るべきものでないことに気がついたシーリングが宝石の紛失に気がついた時ちょっとソーエルワインの言葉を彼に聞かせてやればいいのだまがいものだと知れば そうまで盗賊を追求するようなことはなかろうこれは確かに間違いないことである3真夜中になると全ての人々は命々の部屋に退いて邸内は物音一つしない沈黙の海底に沈んだいから変わった天候は 夜の更けるに従って激しい土砂降りになった外出した客は一人もなかったはずだ主人はブリッジに疲れた目を開きかねていたのを覚えている私は陰鬱な部屋の中で胸を定めかねていた私の部屋は建物の後部にあたるテニスコートを見下すところにあったので2時を過ぎなければ合図の信号を上げるわけにはいかなかった 野の道信号だけはあげよう亀をクリミニの手に渡すにしてもまた彼を撃ち殺すにしてもとうとう私は亀を盗むことに心を決めたそれは何もクリミニを殺すことを恐れたわけじゃないもしも私の信号を待たないで彼がやってくるようなことがあればその時こそ一発のもとに息の根を止めてくれようが 何も知らない彼をいかに悪人とはいえ殺すために呼びき寄せることは私として忍びないことだった2時に私は階段を降りて行って亀をお手に入れたもちろんそれは至極簡単な子供にでもやられる仕事だった目的物を手に入れると書物の形をした金庫はそのままに置いて自分の部屋へ取って返した きっちり約束の時間に私は音もなく窓の戸を押し開いて雨の降っている郊外の闇に向かって懐中電灯のひらめきを3度送ったそれから部屋の明かりを消すと窓のカーテンを押し開き何らかの反応のあるのを息を殺して待ち受けていた冷たい風がさっと吹き込んできた真っ暗な雨の夜の闇の中に たえ間なく動揺している窓の片隅に身を潜めてどんな小さな物音も聞き漏らすまいと耳を傾けているとしばらくして建物の下の方にあたって物のしるようなかすかな音がしたように思われた下からは見られないことをよく知っているので窓から半身を乗り出して伺ってみると。 確かに誰かが上がってくるらしい気配がする多分クリミニが足場を見つけてはしごをかけたのだろうはしごは私の窓まで届いていなかった私は体を引いた恐ろしく興奮していたが不安はいまだ制しきれなかった私の部屋へ彼が入ってくる時が近づいている 私は自分の感情を制することができるだろうか彼の首ったまえ私の爪痕を残さずに済ますことができるだろうか突然彼の体の一端が窓際まで到着したのを私は見たまず手がそして次いで上半身が次第にほの白い窓の輪郭の中へせり上がってくるのであった その時不意に「制しきれない剣をと憤怒の情がムラムラと私の心の中に沸き起こった」「私は不意に手にしていた懐中電灯を転じるとさっとその白い光線を憎らしい相手の男に浴びせかけた」と同時に意外な驚愕の声が私の口をついてほとばしり出た男は独光であった」 次の瞬間、私の目つぶしにいられた探偵はあっと叫ぶと思わず手を離して石のように真っ逆さまに落ちていった私は窓際に駆け寄って下の方を覗き込んだが闇の底には何者を認めることもできなかったどこ私は辺り構わず叫んでみた。 だが返事はなかったほとんど無意識に窓から乗り出すと私は足ではしごを探った幸いどっグうと一緒に倒れはしなかったと見えてはしごはそこにあった全速力で私はそれを下っていったはしごと壁との間にはキュウリの棚があったがその頂がみじんに壊れていた どこはそこへ落ちたものに違いないだが彼の姿はそこらに見られなかった怪我をしたかどうかとにかく彼は起き直って逃走したものらしいしかしこの騒ぎに人々は目を覚ましたらしくわめきやう声や忙しそうに廊下を歩く足音が聞こえてきたこんなところを人に見られては一大事だ そう気がつくと私は大急ぎではしごを登っていった一方の足を窓際にかけいま一息で部屋の中へ踏み込もうとするときだった不意に部屋の中に電気がつけられた見るとそこにはシーリングが二三人の男と一緒に扉のそばに立っている彼らはじっと私を見つめていた驚いたことには この真夜中にもかかわらずきちんと服装を整えているのだふと見るとなんということだろうテーブルの上には開かれたカメオのケースとリボルバーとが置き忘れたままあるのだ絶対絶命数分間私たちは石像のように動かなかった 何とかうまくこの場をことしなければならないと私の心は焦るのだったがなかなか良い口実は浮かんでこないでひとまず部屋へ入ると静かに窓を閉め暖炉棚のそばに歩み寄ってタバコを取り出して注意深くそれに火をつけた諸君私は彼らを見回しながら言った諸君も 私と同じように物音に驚かされたと見えますね。私はちょうど下へ降りようかと思っていたところなんです。諸君が来てくださったのは幸せでした。誤って窓から落ちていたかもしれませんからね。本当にシーリングは言った。足でも降りになると大変でしたよ。なんだって 彼は私をかううとするのだろうかどうしてそんなことが彼にできよう不安な沈黙が再び覆いかぶさってきた疑惑に輝いた人々の目は一様に私からテーブルの上へと注がれるのであった綱渡りのゲートをやっているように私の頭の中は沸き返っていた 私はさりげなく巻きたばこをふかしながら言葉を続けた。寝床の中でぐっすり寝込んでいたら、こんなことにはならなかったんですがね。だが私は着物を脱ぐ気にさえならなかったので、仕方なしに読書していたんです。ところへあの物音でしょうで、いち早くカバンの中からそのリボルバーを取り出したようなわけなんです。ええ、ええ。 よくわかっていますシーリングは同じ調子で言った再び沈黙に帰ったさあいよいよカメオのことを言わなければならない段となっただが一体どんなことが言えるであろうか私の口は乾き頬は熱し喉は焼けつくようだシーリングくん あれが君のカメオだということに気がつかないのかいとうとう一人の男が私の恐怖を根こそぎ持っていくような調子でそう聞いた私はぐっと息の詰まるのを覚えたえシーリングはむしろバカなような顔をしながら言ったが不意に頭をもたげると面白そうな声で笑ってどうしたと言うんだろうファーニー君 君は君自身の所有物のために疑われているんですよ。と機嫌よく人々を見回しながら付け加えた皆さんはまだ私とファーニー君との間に交換された取引をご存じなかったんですね実を言うと今晩皆さんにお見せしてからのちファーニー君がこれを買ってくれることになったんですよ 私はここにこの人の小切手を持っています。それ。彼は海中から何やら取り出して。ワーニー君、もう公やけにしてもいいですかああ、なるほど。皆さん、これが小切手です。額面500ポンド。私は良い取引をしたと喜んでいるんですよ。ワーニー君にしても同じことです。 だから、この朝の2時までも見とれていらっしゃったんでしょうよ。瞬間、私は気絶しそうだった。何か重いものでしたたか頭を殴られたように、百戦の星が目の前にちらついて見えた。シーリングもクリミニも、同じ穴の無事なだったのだ。他の二人とて同じことだろう。 彼らは注意深く示し合わせて、まんまと私に一杯食わせたのだ。すべては、ガラス玉の宝石を法外な値で売りつけるための仕事だったのだ。証人の前で、いかがわしい私の態度をたてに、五百ポンドの偽造小切手にみすみす裏書きさせようというのだ。そう気がついた瞬間、 全ての重荷から解放されたような喜びを私は感じたのであったもちろん僕は快くそれに支払ってやったその翌日老刑事とそのことについて語った時私はこう言った支払い停止をすることはよく知っていたが僕はそんなことをしようとは少しも思わなかった クリミニは多分僕の滞在中にその小切手用紙を盗み出したんだろうだが彼はうまく僕のサインをまねることはできなかったんだ今朝僕は銀行を訪ねてその小切手に支払うよう命じておいただがなぜキャツラーは最初から500ポンド請求しなかったんだろうな直接そうすれば恐喝になるからだクリミニは 僕が恐喝されて金を出すような男じゃないということを知っていたんだそれに彼らにとってそういうことはあまり面白くなかったのだ六甲は不機嫌にうなずいたそして彼のことについて話した言うまでもなくわしは鉄装クリミニを知っていたわしはやつらを認めた また、あんたがあまり喜ばぬふうも気がついた。また何か悪事を企んでいるに違いないと考えたので、厳重にあの男を監視していたのじゃ。キャッツがあんたの後を追ってシーリングの邸宅まで行くのを見たときには、いよいよその疑問が大きくなったので、四十、わしはあの男についていたのじゃ。すると、あの夜、 ああんたたの部屋から合図があったそれを見るとクリミニはいち早くはしごをかけて上がりかけたがその時ワシの姿が目に入ったのだろう。慌てて逃げ出したのじゃてそのあとでワシはあんたの安否が気になってならなかったのでキャッツが置いていったはしごを上がっていったとこういうわけなのじゃ。 その後はあんたも知っての通り。しばらく私たちはあの不思議な事件を今一度心に思い出して。写真は今朝到着したよ。私はため息をつきながら言った。クリミニは約束を守った。だが何もそう感心する必要はないのだ。写真は、 うまく映っていなかったんだからな。